OK いくぜ。とりあえずちょっとね、素材集めよ。で、新しいパーツをアンロックできたら、また飛行機とかね、ヘリコプターとか作れるから。行きまひょうか。とりあえずこの辺をね、クリアできたら。おい。おー、潰れへん。あら。来た、ブロックでかいの来た。あれ、ちょっと待って。前回の車両やと、このジャンプ台で爆発しとったんやけど、なぜか大丈夫になってる。なんで？耐久値増した？あの高さで確実に潰れとったけどな。チャンネル登録ありがとうございます。これ頼む。うわで、新しいブロックがアンロックされた。新しいブロックね。これで飛べるようになるんじゃん。ちょっと待って、これでなんか滞空時間長なるとか。これで空飛べたらちょっとロマンあるけどな。飛べんちゃうこれ。ワンチャン飛べるで。いくで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 。お取れた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 。いきまーす。失礼しまーす。うわー、おー、爆発せえへん。しかしちょっと待って、車体が重すぎてブレーキ効かへんのよ。いけそうやな、これ。これでいくわ、とりあえずね。おい、来たー、カモン。うわOK。 やっぱそうなんか、フロント浮いたってことは若干浮いてんのか、そういうこと。おい、ほんまや、フロント浮いてるわ。これが匠の技やな。建築デザイナーみたいなもんすよ。なんか来たで。お、サスペンション来た。ええ、サスペンションなんてあんの？ちょっと待ち首。え、サスペンションスプリング、これで衝撃吸収できるんやね。どないしてんやろ。ちょっとつけてみよう。サスペンションちょっと使ったことないから。これをどうすんのや。どうすんのやろな。これでついてんの。こういうことか。こう向けでいいよね。これでいける。逆向きとか、向き合ってるよな。それがわからん。きたきた。これでちょっととりあえず待って、タイヤは回ってるね。 OKOKOK、 いいじゃんいいじゃん。すんげえ小回り。オッケー、これでサスペンションつきました。わあ、かっこいい。なんか虫みたいになってきた。カエルみたいになってるけど。よし。で、前輪にも、サスペンションって前輪にも入れますよね。いるよね。で、これサスペンションとこのステアリングをどうやって組み合わせるか。それがちょっとした謎やな。サスペンションをまず組む。組むでしょ。で、これでもこの状態やとこれ曲がれませんよね。だからサスペンションがじゃないわ、ステアリングが必要なんやけど、これでいいんか。これでいいんかな。これでどないでしたろうか。これでどうや。ちょっとこれで試します。わあ。あ、ちゃんと曲がってるわ、ほら。見て見て。ね、これでいいよね。形状的にはこれで問題ないですか？大丈夫？ OK。一コマ抜く。あ、そうそうそう、そうね。これ抜いて、で、これ全部を選択して、
これやな、オッケーオッケー、全部を選択して、で、きたー、よし、これでどうや、めっちゃ強そうになってきたな、いきますよ、うわ、めっちゃ曲がる、うわー、曲がりすぎるけど、めっちゃ曲がるわ、おお、これは素晴らしいな、幅に対して長さが少ないからピーキーになる、もうちょっとの伸ばした方がええんか、なるほど、さすがやな、みんな詳しいな、来た来た来た、スクエアホーンなんかどんどんアンロックされていくわ、とりあえずちょっとジャンプしたいな、わあ、ちょっと待ってよこれ、おお、なんかある、これでいこう、わあ、ちょっと、うわー、おお、この高さから落ちても壊れない、やばくねこれ、これすごいじゃん、小回り効きすぎてスピンしまくるから、どうすればよろしいでしょうか、物理学者の方、どうするべきかちょっと考えてください、長くするか幅を狭めるかどっちかっていう選択肢もあるよね、どっちがええ、じゃあ、 あの2人乗りにしようか、2人乗りにして1人やけどぼっちやけど、いつでもウェルカム状態でね、これシートベルト2つにしとくよ、どうでしょうか、もう長くすればするほど曲がりにくくなります、そうやんな、着いた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 、これでどう、ほら二人乗りやで、乗らして、ほら前に乗ったわ、これでどう、ちょっとかっこよくなったよね、あ、これで安定感増したで、いいわいいわ、いいと思います、よーし、では行くで、めっちゃ早なったやん、とりあえず行けるとこ素材取りながらね、サスペンション履いてかっこよくなってもいいでしょ、アンロックしたわ、よし、ジャンプしても大丈夫、ほい、わあ、強なったな、ちょっと待って、わかったわかったわかった、いるこれ、これホーン、ホーンついてるやんか、なんかベンツホーンとかフェラーリホーンとかそんなにしてよ、スクエアホーン、メイクヤセルフハードウェイト、一応ホーンみたいやで、サイレンやな、オッケー行くぜ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、おいっしょ、きた、あ、まーった、これいてるわ、これ爆発するんよ、変な植物あるでしょ、これこれ車で行っても大丈夫か、うわー、おっ、え、なんでそんな耐久力上がったん、おい、うわあ、うわあ、ちょっとちょっと、危ない、うわあ、これで動くで、え、ちょっと待ってちょっと待って、後ろ全部なくなったけど、これでえ動く、おい、かかってこい、うわあ、わあ、いけた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 、ざまみろちょっと待って、ワンチャンこれでも動くぞこの車、さすがに無理か、あ、ちょっと待って、面白そうなアトラクションがありますよこれ、あのボルトをどうやって取るかね、一回転できるかな、ちょっと行ってみよう、おお、
こいつやばいな。これで取れるな。やばくねこいつ。笑けるなこれ。潰れた時が笑けるわ。ちょっと待って、難しいね。意外に難しいねこれ。車はね、一回転するパワーあるけど、ドライバーが悪いな。私の腕の問題やな。カモン。わー惜しい。ちょっと助走つけます。あー取れへん、取れねえ。無理じゃ。あともうちょい。おっしゃ取れた。来た、綺麗に決まったで。どうじゃ。オッケー。ちょっとねこれ視点が悪いんよな。視点がちょっぴり残念。まあアーリーアクセスやからね、そのうちまた改善されるかもしれんけど、この1回転した時の視点がね、もうちょっとねエキサイティングな感じやったらええんやけどな。